ありがとうございます。すいません。私は喋るとですね、かなり長くなるので、MC がね、多分20分ぐらいあって、1曲1分ぐらいで終わるかなと思ってるんです。そんなわけにいかんか。この時間をどうすんねん。行きましょう。かやして、皆さんお待たせしてもらえるんで、行きましょう。ね、ちょっと盛り上がりからはトーンとトーンが下がりますけれども、シリアスな感じで行きましょう。ほらほら、まずじゃあ曲だけ、曲紹介だけね、曲紹介というか曲名だけ、季節は違いますが、紫陽花の花の咲く頃に。
幸せだろうと信じている。今日もこんなに紫陽花の花が咲いていてくれてるから、由来はですね、ちょっとね寂しい話なんですけど、うちの姪のね、姪が2年前に亡くなりました。20歳だったんですね。若くして、新婚さんで亡くなっていきましたけれども、その時に湧いたようにかけたのですね、はっちゃんみたいにたくさん歌は私かけないので、オリジナルがものすごく少ないんですね。でそのうちの一つでございます。新曲と言いますかね、皆さん初めて聴いていただくのが新曲ですね、これはね。ね、はい、ということでちょっと場所を変えてね、今日はメリケンさんに来るとグランドピアノが置いてあるので、それもね弾いてあげないとということで、ちょっと場所を移動します。私がつなぎということで、しゃべりうちの家系はですね、しゃべりの男はもう本当にかっこ悪いという家系でしたので、なんでこんな喋りができたんでしょうかということで、お笑いが好きなんですよね。本当にもう小学校になるとですね、なるとというか小学校になった時には吉本っていうのがですねテレビ番組であるんですよ、新喜劇。もう毎回見ては真似をしてたんですけどね、その頃が懐かしいです。以上このつながりも曲ないけどね。もう来る時もずっとね、ずっと喋りっぱなしですわ。ほら、掛け合い始まった、長いで。じゃあもう曲いきましょうかね。次、可愛い曲です。可愛い曲。はい、ね、わかりました。似合わないって言われるかもしれませんけど、ね、黙って聴いてくださいね。黙って。ね、どうしてるの？月のワルツという曲です。ラララララ。La la 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 yeah.
言っとくれ、妹に女になったらおしまいだってね。今日もなんかね、血圧の薬忘れたとか言ってね、怒られるから言えないとか言って、ね、ビール S 買ってるんですよ。びっくりしますよね。カツオでもいいかなと思ったんですけどね。あんなもんで聞くわけがない。一応もう介護医療払ってますんでね。おいら、もらえるかな。暗い話やからやめとこう。まだもうちょっといけそうですか。なぜ弾けないかね、トランスポーツ使ってるんですけど、カポの役なんですね。だから鍵盤は C でしか弾けない。すいませんが、ね、バラすことはないんですが、まあまあ頑張りましょう、これからも。はい、はい、じゃあ懐かしいあの歌でテネシーワルツ。怖いわ。すいません、もう一回やってもらえますよ。ダメですか。ごめんなさい、ちょっと聞いてみて。よろしい。I was dancing with my darling to the Tennessee waltz.
シャーって言ってなんかね、おっさんの声が、いやいやいや、キャンキャン、おっさんの声が黄色い線やっていいのに、いやーすごい、ないかけーちゃー、ね、ありがとう、幸せなことですよ、本当に幸せなことなんですから、呼んでもらえるって寂しいですよ、じっとねベースだけ弾いてて後ろでいつも夫婦漫才とか言われるけど、蹴落とされてね、本当に何そんなノリのある曲がやりたいとね、あのベースマンですけどね、エレベね、エロベちゃいますね、あ、すみません、18禁ハープでした申し訳ございません、彼はね、ロックマンでもあるのでね、バンドいくつもやっておりまして、昭和歌謡は一番得意な部門でね、いつも喧嘩しながらね、あの、合わせておりますが、本当にね、あのロックとかブルースとかね、あー、R&B やらすとかっこいいですよ、チョッパーとかね、あって惚れるんですけど、え、何？それはフュージョン、フュージョンっていうの、いや、あなたのバンドはブルースバンドじゃないの？じゃ、え、ハードロックそうなの、いくつも持っててね、で彼はね、あの家にね、ベース何本あると思いますか？ベースなんてね、もう10本、ね、プロの人でも、まあ、もっと持ってるかもしれないけど、10本ぐらいあればいいじゃないですか、その10倍ですよ、100本。この間家へ行きました、押しかけてね、ちょっと見せろと本当かって言ってありました、2段になってます、これ、ね、1本ぐらい持って帰っても分かんないかなと思ったんですけど、あ、今日その英子ちゃん持ってたか、え、リカちゃんにしてって言うてね、え、ハグリーの女の子、ベース専門店かというベースのハーレムをしております、ねえ、その中でこう埋もれてね、練習するのが幸せなんですって、寂しいですよね、違います、108本のね、煩悩の数だけ集めるんですだから正月だったら1本ずついつも数えてるんです、ゴーン、1本、2本1本足らないって、こら季節外れでした、すいません、ね、こんなことばっかり言ってるんですけどね、ママにも怒られ、さっきの曲台無しやな、ね、本当ですよ、ね、何を振っていいやら、まとまりのないバンドがつやけんなんですが、次は、オリジナルでございまして、うちの母にね、作った曲というか、あの、なかなかね、手紙を渡すっていうのはね、できないもので、お誕生日の日に彼女は必ず毎年私に向け、まあ、うちの、家族に向け、あの、手紙を一通書きます、で一言何かを書いて、あの、プレゼントと一緒に渡してくれるんですけども、それをね、その中にあった言葉をちょっと使いまして、Dear Mama という曲を作りました、え、何ですか、いいですか、冷ややかに見てると皆さん笑えないじゃないですか、なんか間違ってるように思うでしょ、私が間違ってない、それはあなたが合わせなさいね、ケンさん合わせてくださいよ、ね、こんな感じでじゃあ入りましょう、このままね、
ってよく言われるんですけど、また歌い出して5年ぐらいなんですよね、本当にね、やっとここまで来た感じで、まだまだ先は長いんですが、腕上がったな。そうなんですか、ありがとうございます。腕上がったと、ね、ね、そう、スッとね、誰も拾わない。これやみつきなんですよこんなことが多くってね、なんか拾ってあげようかなと思うけど、それちょっと返せないっていうね、おバカな艶なので、なかなかね、すいません、迷惑かけて、わがままでございまして、ね、これが艶犬の艶でございます、ということで、今日は何で来たか、いや、そうじゃなくて、何をしに来たんでしょう、ここに。エビ。あ、エビも食べましたね、今日ね。三崎かき揚げ丼を食べに行くぞ。おしゃったしそう。なんか食べても食べてもエビ出てくるんで、もうお気に入りなんですね、彼のね。じゃあ行こうかって言ったんですけどね、はい、また食べれるように呼んでいただきましょう。マスターもよろしくお願いします。ありがとうございました、皆さんも。来るでということで、最後は、もう最後、最後ですよ。ですね、というか、いいですね、はい、じゃあ、ツヤケンバージョン。ちょっと、最後なら、はい、ちょっとその前に、はい、何でしょうか。今日は特別プレゼントを、あら、パッちゃんが、うん、なんと、僕はもう、嬉しいので特に、ケンさん中心になると思います。はい、赤嶺酒造の焼酎を、おお、嬉しい。おお、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 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
去年で1番になった、全国で1位になったあ、お酒なんですか、はい、すごい、これは大切に、はい、いただきましょう。また来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様です。じゃあ、次期の曲あるんですよ。もう一曲ね、あの一番本題を歌って帰ろうかと思いますが、じゃあ頑張るぞ、ママたち。大変やん。すいません、関西人全部こんなんです。よろしいですか。ちょっと待って、気持ち入れます。息が上がってます。はい、はい、入りました。ポケよ、いきましょう。では最後に大阪小遊太つやけん、待ってました。地下鉄でこの街を出る。
あんたの。バンドのケンさんは本当にかっこよくってね、年末とかあのカウントダウンをやるんですけどね、向こうのバンドがそれにちょっと入れさせていただいてコーラスをやったりなんかして、洋楽を歌う機会も本当に少ないので、私はだからね、すごく楽しい思いで年をいつも越させていただいてるんですが、じゃあアンコールということで、今ね、慰問をずっと言ってるんですね。ここにおられるあすみさんっておられるんですけどね、あっちゃんの歌、桜の歌を、あすみさんの大阪から来てくださった、一緒に来たんですけど、ね、京都からです、うん、京都ですね、そうでした。で彼女の、お知り合いの方に老人ホームとか、ね、施設をデイサービスをねご紹介いただいて、いろんなとこ回ってます。でケンさんと一緒にね今回ってるんですけれども、本当にあのお年寄りの方と夏メロ歌うのが楽しくて、今そっちの方が主流ですよね。なんか久しぶりなんですよ、ライブハウスが。めちゃくちゃ緊張しましたけど今日はね大丈夫だったでしょうかね。じゃあこれも最後もね、アルコールも夏メロでいきましょうかね。港が見える丘という曲です。違いますよ、ウーマンしたい。女性が好きなのでね、ウーマンって本当に女性大好きですからね。そう、女性犬、エロ犬です。エロ犬やっぱり、エロ犬、エロ犬褒めますよ、褒められちゃったよ。振りかかる春の午後で
桜を照らしていた。それでは